これからの100年の発展と安定を祈ってということでお願いをいたしました。今日のこの30年の一体感、そして浦安の市民が一体であることが、長く続けば続くほど浦安は絶対大丈夫と改めて確信をしました。本当にありがとうございました。ダメだよ、ここじゃ全然ダメだよ、風が切れない。